医師の養像の芸術。第8回。監視。ゴーンデックなかなか字が難しい。この夢にしても、今の夢とはだいぶん違う字であるですね。外々文を使う人はいない。えー、いろいろ難しい字が出てきます。 夢破れる参考に出せば、夢破れる参考に出せば、外外たる枯れ木の花、玄関しきりに手を撫で、老骨静かに茶を煮る。夢破れるというのは、まあ、寝て夢を見ている。その夢が、 破れて、まあ、目が覚めるという意味ですね。夢破る。参考というのは、今の真夜中の十二時。だから、夢が、から覚めて、真夜中の十二時に、座っていると、座ると、外外、外は白い。だから、白いが二つ。外外で、真っ白な、 枯れ木の花。枯れた木の花という意味で、枯れ木というのは冬だから、まあ木が枯れる。あるいは葉が落ちる。そういう風うな木に雪が降って、まあ枝に雪が残留して花となっている。なち枯れた木が花咲いたように、 雪で見える。こういう意味です。夢破れる参考に出せば、夢破れる参考に出せば、外イガイたる枯れ木の花、枯れ木の花が見える。なかなか美しい情景ですが、皆さん、想像していただけるでしょうか 玄関しきりに手をなで。というのは玄関。これは厳しい寒さ。玄は厳密の玄。厳格の玄。寒もちょっと違った字ですね。これは厳しい寒さで、しきりに手をなで。手をこすり合わせるという意味でしょうね。玄関しきりに手をなで。 老骨というのは老人のこと。老いた骨と書いて老人のこと。老人は静かに茶を煮る。えー、ちょっと、このお茶について、茶を煮るんかという疑問があるが、日本の茶の入れ方と中国の茶の入れ方は違います。日本は茶の葉を入れて、 まあ、ぬるめの湯、ぬるまめの湯を、その上に注ぐという意味ですけれど、中国では茶ごと、水のな、お茶の葉を水の中に入れて、まあ、ぐらぐらと煮るんですね。ですだから、静かに茶を煮ると書いています。夢破れる参考にざせば、ガイたる、 枯れ木の花。玄関し、しきりに手をなで、老骨静かに茶を煮る。という漢詩です。